お供いいね。やっぱポテトチップス美味しい。はい、どうもニーズプロジェクト田中なつきです。今日はお菓子のレビューをしていきたいと思います。その名もじゃーん、スイーツ真壁さん監修のカルビーポテトチップスモンブラージュです。実はあの12月10日に新日本プロレスさんが八戸で大会がありまして、その後に真壁選手、本間選手と一緒にご飯をまた食べさせていただいたんですけれども、その時に真壁さんが私の目の前ですごく美味しそうにパク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 これを食べてたんですよね。今日はこれをねバリバリ食べていきたいと思います。じゃあまず見た目の方からね紹介していこうかな。で、全体的にこのモンブラン味なので、全体的にちょっとここにモンブランのケーキがついてて、下に真壁さんがね、真壁選手が乗っております。栗とクリーム風味の最強タッグだぜ、超うまいぜって書いてる。私意外だったの。だってさ、ポテトとモンブランってどうなのっていう風には思ってます。こだわってるなって思ったのが、見て見て、ここわかる、真壁さんといえばもう鎖だよね。この鎖のデザインが上にも下にもついてて、ちょっとおしゃれだなって思いました。で、裏にはスイーツ真壁さんがこのモンブラン味を作るまでの秘話が載っています。あと直接スイーツ真壁さんに聞いた話なんだけど、実はこれを作るまで10ヶ月ぐらい打ち合わせを何回も何回も繰り返して作ったそうで、とても愛のこもったポテトチップスになっています。じゃあね、早速食べていこう。今日はちょっと真壁さんに近づきたいと思って、真壁さんといえば鎖でしょ、なので用意しました。じゃん鎖じゃない、家になかったの。ちょっとね巻いてみようかな。ちょっとね、雰囲気をね出したいよねどうかな、ゴージャスか、匂いどうなんだろう、超気になる。びっくりした、これポテトチップスの匂いじゃない。はぁ、超いい香り。これね、目つぶって匂い嗅げばモンブランケーキと間違える。すごい衝撃的、もう匂いだけでも美味しい感じがするよ。はい、じゃあ次はねポテトチップスをね、見た目はね全然薄塩味とかと全然変わらない色になってます。いただきましょう。超美味しい。モンブランなんだけど、このクリームっていうのも結構あるおかげでまろやかな味わいになってます。もう爽やかな甘さになってますね。なのであのモンブランの甘さっていうのがあんまり口に残らないの。ポテトチップスじゃない、ポテトチップスなんだけど、ポテトチップスっていう感覚で食べるものじゃない。スイーツの中にこういう食感の食べ物が発売されたんだっていう感じ。今後は他にも違うお菓子とか作ってみたいっていう話だったので、発売されたらまた絶対にレビューしていきたいと思います。真壁選手、次のお菓子も期待しております。ということで、今日はカルビーポテトチップス、スイーツ真壁さん監修のモンブラン味を食べてみました。これ最初モンブランとかポテチってどんな感じで来るんだろうって思ったんだけど、意外にまどろっこしくなくてあっさりしてて軽い、もうすごいパクパク食べれちゃうポテトチップスになってました。これはね、モンブランを888個食べた真壁さんだからこそこの味が実現できたんじゃないかなって私は思いました。ぜひ皆さんも12月中旬ぐらいまでの期間限定発売なので、コンビニによってぜひ買って食べてみてください。以上、田中なつきがお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあなー、甘ったれてんじゃねーよちょっと怖い感じになっちゃったな。